カッティングプロッターの一例。業務用。メディアを再生するカッティングプロッターの刃先の動きの動画カッティングプロッターはシート状のものを切るためのプロッターのこと。カッティングプロッターはコンピュータ制御により入力されたデータに基づいて動く。あらかじめドローソフトやカナダドルソフトなどを用いて線を表現したデータ群を作成しておき、そのデータを カッティングプロッターと接続した PC のプロッター、制御ソフトに入れたりあるいはプロッターに入力や転送することで、そのデータの線をなぞるように、プロッターのナイフが動き、シートが切断される。カッティングプロッターのハードウェアは、ペン式のプロッターとほぼ同じだが、ペンの代わりに非常に鋭利なナイフが取り付けられており、ナイフが指定された線上を移動しつつ、シートを切断していく。 ナイフはプロッターのペンと似たような形状で大抵は玉軸受けに取り付けられていて切り進む方向に自然と刃先の向きが回転するようになっている。ナイフがシートに接する圧力も制御できるようになっていることが一般的である。用途は様々である。例えばステッカー作りやポスター、看板のパーツ作りに用いられている。また店舗の窓や 昭和ウィンドウに装飾を施したり広告を表示したり、また自動車やバイクのボディに装飾性のデザインを追加したり、社名などを表示すること、つまりバイナルグラフィックスにも用いられている。型紙を切り出すためにも用いられている。被服工場で衣服の材料となる布をカットするためにも用いられている。T シャツに文字や装飾を後付けするためにも用いられている。その他、 シート状の材料を扱う工場で用いられている。何かに貼り付けるシートを作る場合は、マーキングフィルムや装飾用シートやカッティングシートなどと呼ばれる、ビニールシートの裏に接着剤及び、裏紙がついたものを用いる。シートは様々な色のものが販売されている。シワがつかないように、ロール紙のような形で販売されており、24インチ。 36インチ、48インチの幅のロールが主流である。カッティングプロッターは1枚のシートを切断加工するので、加工するシートは通常単色であるので、単色の図形が作られる。多色のものを作りたい場合は、異なった色のシートを複数枚用意し、切り抜いたものを組み合わせる必要があり、細かい絵ではかなり根気のいる作業となる。 磁石マットも薄いものならばカットすることができる。以前は業務用の機種が主であったが、近年は家庭用でも購入できる低価格で、かつ USB 接続で簡単に PC に接続できる機種が各社から発売され普及しつつある。ペーパークラフトの素材の切り抜き等にも使用される。カッティングプロッターは看板やポスターの制作現場では使われることが、 減っている今では、大判のインクジェットプリンターで、紫外線に、耐性のある特殊なインクを使って描画するのが主流で、布、ビニールプラスチックシートに直接印刷可能である。インクジェットプリンターであるから多色印刷が可能で、微妙な色の変化や、写真の印刷が可能で、カッティングプロッターより優れている。しかし、大判のインクジェットプリンターで印刷した絵などをその、 輪郭に合わせて切り抜く作業にカッティングプロッターが今でもよく使われている。例えば店舗の窓に貼り付ける広告などでよく使われる。カッティングプロッターは一般にロールまたはシート状の紙で裏打ちしてあるビニールシートのビニールの層を切り抜く。例えば文字を切り抜く場合、裏の紙が切り抜いた部分の位置関係がずれないように保持している。このため、 布や比較のように裏から保持できない素材を切り抜くことはできない。カッティングテーブルはロールフィードの代わりに平らなバキューム式のテーブルになっている。テーブル表面には小さな穴が無数に開いている。布地などの素材をテーブル上に置いてプラスチックのシートをその上にかぶせる。真空ポンプでそれらをテーブルに吸着して密着させずれないようにする。そして、 フラットベッド型のプロッターのように動作して様々な刃先を駆使し布地を切り抜いていく。上に被せたプラスチックシートも切り抜かれるためポンプの吸着力が弱くなっていくがそれほど重大ではない。このようにして様々な柔らかい素材を切り抜くことができる。また通常のカッティングプロッターでは不可能な分厚い素材や重い素材にも対応可能である。 以下、社名、本社所在地、製品シリーズ名などを記す。マーキングフィルムは普通名称だが、カッティングシートは一応中川ケミカルによって登録商標として登録されている。ではあるが、この名称に関してはかなり以前から広く商標の普通名称化が起きており、日本中の現場で他社の類似製品も カッティングシートと広く呼ばれて、すでに定着している。すんまストーリー。ありがとうございます。